皆さんこんばんは。剣道立の眠れるラジオが始まりました。日常の喧騒を忘れて夢の中へと誘ってくれるサウンドたちとともに、僕剣道立と1時間の安らぎの時間を過ごしましょう。睡眠導入ラジオとして心地よい眠りへと導くことができれば幸いです。っていう、はい、このオープニングを作ってみましたというか、軽くね、台本的なものをこう沿ってやっていこうと思ってるんですけれども、この初めてのラジオ企画、もともとね、すごい僕が配信とかやっている時に、この声が落ち着くとか、まあ癒されるみたいな風に言ってくれる方が結構多くて、で、まあ配信を聞いているうちに寝落ちしちゃったよとか、眠くなってきちゃったって言ってくれる方が多いから、あ、じゃあもう僕の声を使って、眠りについてくれるコンテンツ作って展開していったらいいかなって思って、眠れるラジオやってみました。もうタイトルがね、いろいろ考えたけれども、結局超シンプルに眠れるラジオっていう意図をそのまま、僕の意図をそのままタイトルにぶっつけました。僕自身もさ、結構なかなか寝つけない日もあったりとかするときに、 YouTube とかね、まあ配信サイトとか配信アプリとかいろいろあるけど、睡眠導入用の動画とかいろいろあるんだよね。アルファ波とかっていうのかな、波の音とかさ、水中の音とか雨の音とか、いろいろ人間が眠くなる、心を落ち着かせることができる音とか、そういうのを僕結構もともと聞いてたりとか、まあ、あとは部屋にいる時にこうジャズを聞いてみたりとかね、歌詞のない曲を聞いたりするのが僕は落ち着いたり眠くなったりとかするので、割と睡眠導入用に音を聞くっていうことはもともとやってたことだったんで、僕がそれをね、今回その作る側として初めてやるわけだけれども、今回はまあこれも定番のコーナーとしてね、残していければと思ってるので、とりあえずこれは第1回目として投稿できればと思っておりますね。約1時間の動画になるかな、なったらいいなって感じです。だからまあそんなにこの後ね、いろいろいくつかのコーナーを考えてはいるんだけど、そのうちに眠ってくれるもよしだし、まあ、普通に、作業用 BGM みたいな使い方をしてくれてもいいし、そうなるんだったらもうこの人めちゃくちゃ眠らせようとしてるなみたいな風には感じるとは思うけど、最後まで再生してもらえる、聞いてもらえるっていうだけで僕は嬉しいんで、使い方はまあ人それぞれあってもいいかなとは思います。はい、よろしくお願いします。1時間ということで、まあ用意した最初のコーナーに参りましょうか。眠れる雑学のお時間。こちらのコーナーではいろいろな雑学を聞きながら、なんだか難しいなーで眠りに落ちるもよし、最後までためになったって賢くなるもよし、頭冴えちゃって眠れないぜってなってもまあ、よし、10個の雑学を読み上げた後に剣道立の気になる雑学をピックアップしてより掘り下げていくというお時間となります。早速今日の雑学たちのご紹介です。ライターはマッチより先に発明された。厚着よりも薄着で運動した方が痩せやすい。切手をなめると2カロリーの摂取になる。ゴリラの学名はゴリラゴリラ。ローランドゴリラの学名はゴリラゴリラゴリラになる。柚子胡椒に胡椒は入っていない。かくれんぼで鬼が勝手に帰ると監禁罪になる。人間は満腹になると耳が遠くなる。カンガルーの誕生日は適当。
ボーリング場の貸し出し靴がダサいのは盗難防止のため。掛け布団の上に毛布をかけた方が暖かい。リツのピックアップ雑学。厚着よりも薄着で運動した方が痩せやすい。はい、皆さん知っていた雑学、気になる雑学はありましたでしょうか。今回僕がピックアップする雑学は、厚着よりも薄着で運動した方が痩せやすいっていう雑学ですね。意外だよね。うん、なんか一見やっぱなんとなくイメージ的に厚着してたくさん代謝、うん、汗をかいていろいろデトックスというかさ、あの体内の水分がこう流れた方がいいのかなって思うけど、薄着で運動した方が実際は痩せやすいっていうね、雑学らしいですよ。ちょっと詳しく調べてみましょう。なぜ薄着した方がダイエットになるのかっていうところは、まあ薄着で運動する方が体の動きも軽くなって脂肪が燃焼されやすくなるとか、薄着だと体は冷えた状態にあるから自分自身の力で温めようとするために多くのエネルギーを要するらしい、うん、だから冷えた体を温めようってするその差があるから、体が勝手にエネルギーを消費する方向に向かってくれるっていうことだね。意外だよね。これはでも俺もだから結構さ、俺あの暑い時期にもうダックダックに汗をかきながらランニングをするっていうのはすごい、そのどっちかというと好きな方だったんだけど、冬場に走った方が実際は痩せやすいらしいね。まあだからといってね、やっぱりちょっと気持ち的にはさ、なかなか寒い中に薄着で出るとか風邪ひいちゃいそうだし、まあね、走ってれば暖かくはなるんだろうけど、ちょっと気持ち的にね、気持ち的に億劫な感じはするけど、なんかそう、うん、なんかそういうことらしいですよ。あれなのかな、これはダイエットとかそういうトレーナーさんの中では常識的な問題なのかな。初めて僕知った。意外だね。もう一個ピックアップ雑学をいいですか。リツのピックアップ雑学。掛け布団の上に毛布をかけた方が暖かい。はい、そうなんですよ。これさ、なんとなくその知らなかったんだけど、なんとなく自分の感覚的にこっちの方が暖かいなっていう風に思ってやってはいたんだけど、やっぱさ、肌触り的にシーツにもよるけどさ、毛布の方が質感が良かったりとか、ふわふわした毛布が体に触れた方が暖かいなっていうイメージはあるけど、実際個人的にはまだちょっと調べてないんだけど、毛布で掛け布団の中を突っ切る空気を毛布で蓋をするみたいなイメージで僕は上から毛布をかけてたりとかしました。これは何でなんでしょうか。なるほど。羽毛布、掛け布団のね、羽毛布団は体感を感知して膨らんで保温性を高める性質があるんだって。だからその羽毛布団と体の間に毛布があるとこの効果を遮断してしまうんだそうです。なるほどね。実際深くこだわるとどちらを上にするべきかって、あの布団の素材によって変わるんだって。化学繊維だったり羊毛だったり、綿綿だったりの場合は毛布を布団の下に敷いて使用するのがベストだって。まあでもさ、上にも下にも毛布があるって暖かいよね。敷布団の上に毛布を敷いてその上に寝転がって布団をかぶるっていうのがやっぱ寝てる心地として一番いいよね。できれば下にも敷きたい。勝手にしてって感じだよね多分。皆さんどうしてますか。これは結構こだわりありそうだよね。布団のかぶり方とか、自分の体に巻きつけるようにして布団をかぶる人もいるしね、布団の順番だったりとか被る順番だったりとか、頭まで被っちゃうみたいな人いるんじゃないですか。言いますかね。コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。剣道律の眠れるラジオ。
続いてのコーナーです。眠れるお便りのお時間。インスタグラムのストーリーズで募集した際に視聴者の皆様からいただいたメッセージを抜粋して読み上げさせていただきます。今回の募集テーマは最近のほっこりエピソード、僕と視聴者の皆様とで共有し合って心温まった状態で眠りに落ちていただければ幸いです。早速最初のお便りに参りましょう。ペンネームちゃっかりさんからのお便りです。いつもこっそり見てこっそり応援しているちゃっかりです。笑い。ありがとうございます。この前公園の前を通った時に豆まきごっこをしていた子供たちがいました。全力でボールを投げていたのですが、一人だけ黙々と的に当てていた子が、鬼は外、ちくわうちと言っていて、かわいすぎて聞き耳立てながら通り過ぎました。はい、というエピソードでした。ありがとうございます。これをね、子供はこれをもう当然のごとく大人がどう思っているとか関係なくやれちゃうというか言えちゃうっていうのが本当に可愛い、愛おしいところでありますね。鬼は外、福は内のはずなのに、福はの部分がちくわになっちゃう。確かにね、くとわは合ってるからね、ほぼほぼ。それもまたよし、新たな正解としてよしっていうことにしておきましょう。いや、かわいいよね。節分か、そろそろ。2月3日。これがね、1月の中旬に募集した内容なので、ちょっと先取りで豆まきごっこをしていたんだね。しかも公園でさ、的に向かって豆まきごっこしているって、なかなかやったことないゲームなんだけど、今流行ってるのそれ。豆まきごっこっていうの、こと自体が初めてで、何なのかな？あ、違う。ボールを投げていたって書いてる。ごめん。ボールを投げててさ、豆まきごっこって、え、それって何なの？そういうゲームがあるの？ボールってドッジボールとかさ、天下統一とか俺やってたんだけど、天下何なんだろう。ローカルの遊びだったりする。的に向かってボールを当てるのを豆まきごっこって言うんだね。初めて知りました。そこかっていうそこかっていうことなんだけど、ほっこりだね、子供の発言って。うん、なんか子供の言い間違いって本当にいろいろあるじゃんね。僕が甥っ子と姪っ子が普段ね会ってるから、日常の中で発する言葉一つ一つがちょっとずつ間違ってたりとかするんだけど、なんだっけな、まあパッと思い浮かぶのはポップコーンのことをポックポーン、コップポーンみたいな、コップポーンだっけ、なんかそういう間違い方とか、メモしておけばよかったってくらいいろいろあるんだよね、面白いエピソード、面白い言い間違いが。それに関してはね、もうなんか一回直したりはするけど、まあ可愛いのでそのまま、まあ強制はせず、いずれ気づいたらいいなっていうくらいの。舌が回らないこともあるからね。まあ俺もそうなんだけどね、舌が回らないので僕は頑張ってます。今僕の舌絶賛大労働中です。大労働してます。ほっこり、ほっこりエピソード2つ目いきましょう。何にしよっかな。あ、はいはい。ペンネーム、ゆのさんからのお便りですね。私は老人ホームでバイトをしているのですが、2ヶ月ほど前に新しく入所されてきた方がいるんです。その方は最初はあまり職員に心を開いてくれず、家に帰りたいと泣いていました。しかし関係性を築いていく中で、ついに昨日、一緒に部屋でテレビを見ませんかと言ってくださりました。しかし私はもうすぐ帰る時間だったので、そう伝えると、あら、もっと早く言えばよかったと言ってくださり、心を開いてくれたようで嬉しくもあり、ほこっとしました。ありがとうございます。ほこっとしたって、まあこれはなんか嬉しいですね。人との距離がさ、なかなか最初は、家に帰りたいっていうほどこの環境に馴染めないっていうふうにきっと思っていたのかな、感じていたりとか、お家が恋しい気持ちがきっとあったんだと思うけど、そんな中でね、きっとこのゆのさんとか、老人ホームのスタッフの皆さんとかね、仲間、その一緒に暮らしている方々と生活する中で少しずつ馴染めてきて、
ようやく一緒に部屋でテレビを見ませんかって誘ってくれるまで関係が築けたっていうのは嬉しいことですね。この日はね、帰る時間になっちゃったって言ってるけど、きっと今後いろいろまたコミュニケーションが生まれるんで、お互いに嬉しいと思いますね。新しく入ってこられた方がゆのさんの存在に救われているんだと思います。せっかくの出会いなのでね、その人の生活のサポートができるバイトとか仕事であるならね、満足してほしいというか楽しんでほしいってやっぱ思うよね。これはほっこりしました。すごくほっこりしました。ありがとうもっと早く言えばよかったっていうのがちょっと可愛いね。勇気を出して言ってくれたのかなって思って。さあ続いてまだまだ行きましょうか。うん、はい。ペンネームベティさんからのお便りです。祖父の影響で幼い頃から昔の洋楽が大好きで、昔のアーティストのコピーバンドのライブによく連れて行ってもらってました。おじいちゃん子の私でしたが、16歳の時に祖父は病気で他界してしまい、ライブもそのうち一人で見に行くようになりました。私も大人になり、祖父が連れて行ってくれていたバンドつながりでバンドメンバーの方と交際し、一昨年結婚しました。祖父が出会わせてくれたのかなと思うととても嬉しく、会えなくてもつながりを感じられているような気がします。寂しがり屋の祖父だったので、自分が好きだった音楽を聴いて思い出してほしいと思ったのかなと勝手な想像をしてほっこりしてます。うん、へえ、そんなことがあったんだ。そっか、そうだね。このベティさんのおじいさんの影響で洋楽というかね、バンドっていうものに触れることがあったからこそのこの出会い。おじいさんがいなかったらその出会いがもしかしたらなかったかもしれないって考えると、おじいさんがつなぎ止めてくれた、結びつけてくれた二人になったのかなっていう感じがしますね。バンドをやられている方だからやっぱりそうですね、生活の中にバンド音楽が絶えないんだと思うけど、そういった好きなものと触れ合いながら結婚生活をしていけるっていうのはね、おじいさんもきっと嬉しいでしょうね。自分が好きなものでもあるし、自分と好きなものを共有し合えたベティさんとのね、時間がずっと今後も続いていくんだろうなって。自分と音楽を楽しんだように、その旦那さんとまた二人で音楽を楽しんでくれているっていうのもきっと喜んでくれることだなって思います。うん、ほっこりエピソードでした。ありがとうございます。もうちょっと行きましょうか。続いてペンネームトマト大好きさん。私は最近コンビニでアルバイトを始めました。初日レジ打ちや接客をすることになり、とても緊張する中でちょっとしたミスをしてしまい、お客様を待たせてしまいました。頭の中が真っ白になりながら接客をしていたところ、お客様から「全然大丈夫だよ、すぐに慣れると思うから頑張ってね」と温かい声をかけていただきました。これからも頑張っていこうと勇気をもらいました。なるほど、アルバイトもね、最初ってすごく緊張するよね。僕もいろんなアルバイト経験があるけど、やっぱバイト初日ってどのバイトも本当に緊張するし、新しい環境の中で何か新しい動きをするって本当に合ってるのかなって余計にプレッシャーを感じたり、いつものね、能力がこう最初から発揮できるっていうこともないから、なかなかしない失敗をしてしまったりとかする中でね、そうやってお客様とのね、会話の中でそういった心強い言葉をもらえると、もっと頑張ろうって思えるよね。ちょっと気も楽になるし、やっぱりその仕事のお客さんと店員とかスタッフで、なんか上下関係とか必要ないじゃん。それはもちろんサービスする側と受ける側っていうのはあるけど、だからといってどちらが偉いとかはないし、人としてね、対等にそうやって言葉をくれるっていうのは当然のようで、なかなか最近なくなってきていることなのかな、忘れてしまっていることかもなって思います。素敵なお客さんですね。でもその頑張りがきっと見えたからなんでしょうね。やっぱりこう仕事をしないとかやる気がない店員さんに対してお客さん側もね、気持ちよくないし、言葉をかけるような気持ちにもならないと思うから、それは両方にとって
言葉をもらって嬉しかったように、きっとその佇まいとか行動姿から何か相手の方もいいものを得たんじゃないかなって思いますね。てかやっぱ相手は自分の鏡って言いますからね。自分から何かいい言葉をかけたりとか、相手にしてほしいって願うんじゃなくて自分の行動から見直すみたいなのって、そういったね、ちょっとしたちょっとフラッと寄ったコンビニとかでも見せていけたら意識していきたいですよね。自分と関係なくても同じ時間をさ、どこかで生きている人ではあるからさ、自分はこの24時間を自分として生きているけど、相手も24時間自分として生きているわけだから、その場だけの出会いって適当に思うよりは尊重し合いたいと思いますね。だから僕もね、まあもともとなんだけど、やっぱり接客業とかバイトでやっていた身だから、飲食店とか接客してくれるコンビニの方とかももちろんだけど、何かしらやっぱね、当然ご挨拶というか、そのありがとうございますっていうのは言うようにはしてるんですよ。自分が言われて嬉しかったなを覚えてるし、なんか嫌な思いしないじゃん。恥ずかしいかもしれないけど、声かけられるってすごい、なんかその記憶が多くて、何あの人とはならないじゃん。逆にあんないい人いるみたいな、ごちそうさまでした美味しかったですとかは言ってくれることはあるけど、また来ますとか、あ、ここの何が美味しかったとか、次はここのあれが食べたいですみたいな、そういう一言とかもね、力になったりとか、コミュニケーション取れるっていうのもね、喜びになりますから。自分の、僕もなんかそういう人の一個の喜びになれる言葉を心がけていきたいなとは思ってますね。外でなかなかやっぱそこは忘れたくないところですよね。目を見て言うのとかね、お願いしますってメニューを片付けながら適当に言うのとさ、お願いしますってこう目を見て、ちゃんと目を見て言うのじゃ、全然同じ言葉でも全く別の意味に聞こえたりとかするから、はい、なんかすごいね、接客説教みたいにお説教とかそういうわけでは全然ないんですけど、素敵だよねって思う。そういう人と人との言葉のコミュニケーションって素敵ですよねって思います。次ラストにしますか。うん、ちょっと待ってはい、ラスト。ペンネームソルトさん。リツくん、こんにちは。北休眠として陰ながら応援させていただいています。ありがとうございます。お昼ご飯から帰ってきた休日の出来事です。歩道橋を降りようとした時、下の方にいるお年寄り夫婦が目に留まりました。おじいちゃんの手の上におばあちゃんが手を乗せ、一歩一歩階段を降りていました。その光景がまるで貴族のようで、思わずずっと見てしまいました。階段をすべて降りると、普通に手をつなぎ直し、微笑み合いながら無言で歩いていく姿を見て、ああ、普段からああやって二人で支え合ってるんだろうな、二人にとっては何気ない日常なんだなと思い、ほっこりしました。いや、理想の夫婦ですね、それは。貴族のような、そうですね。やっぱさ、たまに見かけるじゃんか、そのお年を召した夫婦で手をつないでるとか、ああ、この、このくらいおじいちゃんおばあちゃんになっても仲良くしてる夫婦もいるんだってやっぱ思うじゃん。素敵だなってやっぱ見るとね、思いますよね。いろいろな経験を多分二人でもう踏んできて、それでもそれだけね、あの手を取り合うくらいの寄り添い合える関係って本当に奇跡的な出会いというか、運命的な出会いなんだなって思うね。でも可愛いね、その、ちょっと危ないから歩道橋の階段はおじいちゃんがエスコートして、普通の道になると二人で手をつないでっていう、なんかその関係性が目に見えるね。いつもそうやってしてるんだろうなって貴族のようで。でもおばあちゃんもそれきっとキュンってする瞬間もあるのかな。どうなんだろうね。おじいちゃんがいつまでもこうかっこよく見えたりとか、でもそういう瞬間がないとさ、そうやって微笑み合ったりとか手をつなごうっていう関係にならないよね。きっといつまでもその人のことを好きっていう感情とか、どこか昔から変わらない一本の筋があるのかな。
むしろそれよりももっと大きく膨らんだものがあるから、いいですね。何かがすり減っていくこともあるかもしれないけど、そうやって増していく夫婦関係っていうものもこの世にはあるんだなってありがとうございます。以上が眠れるお便りのお時間でした。剣道律の眠れるラジオ、眠れる読み聞かせのお時間。お揃いのコーヒーカップを。午前6時のファミレスでドリンクバーとフライドポテトを一つ、ケチャップと爪楊枝で皿に絵を描きながらただ過ぎていく時間を横目にくだらない話をしていた。もう夢を語ることにも飽きて買ってもいない宝くじで現実逃避。ふと隣のおじさんが飲むコーヒーの香りに懐かしい記憶がよみがえる。ねえ、大人になったら苦くない？恨みしそうに父と父が持つコーヒーカップを交互に見ている幼い日の自分。あの頃は大人になればコーヒーは苦いから美味しいに変わるもんだと信じていた。結局今もまだ苦くてあまり口にはしていない。数年前までは変わらず毎朝ダイニングに広がっていた香りも、一人暮らしを始めてからはなくなってしまった。それどころか、こうして朝までくだらない話をしながら時間の無駄遣いをしている。そんな自分に後ろめたい気持ちもあって、親との連絡さえも途絶えたままだ。月に一度か二度、母からの仕送りがあって、その箱の中に安否を確認する手紙が必ず添えられていた。それを見るたびに心がギュッと狭くなる。今の自分を両親が見たらどう思うだろうか。そんなことを毎日のように考えながら、こうして友人となんとなくの時間を過ごしている。バイトの時間だし、そろそろ行くよ。友人はそう言って自分の代金をテーブルの上に置くと、軽く手を挙げあっさりと帰っていった。しばらく携帯を眺めて自分もそろそろ帰ろうかと荷物を手にした時、隣のおじさんに声をかけられ少し驚いた。すまないが、これを見てもらえないだろうか。おじさんはそう言ってカバンの中から細長い箱を出して蓋を開けた。そこには小さな石がついたネックレスが入っていて、おじさんは少し不安げに尋ねる。二十歳になる娘の誕生日なんだが、どんなものがいいのか私にはわからなくてね。喜んでくれるだろうか。恥ずかしそうに笑いながら、おじさんはそのまま話を続けた。娘とは一緒に暮らしてなくてね。誕生日にプレゼントをあげたこともなかったんだよ。先月の私の誕生日に娘から連絡があって、おめでとうと言ってくれたんだ。それはもう嬉しかった。今にも泣いてしまうんじゃないかと思うほどおじさんの声は震えていて、つられて目頭が熱くなった。誕生日プレゼントだというのにラッピングもされていないそのネックレスは、なんだかどの宝石店に飾られているものよりもキラキラして見えた。素敵なプレゼントですね。きっと喜んでくれると思います。ありきたりな言葉でしか返せない自分の語彙力が情けないなとも思ったけれど、おじさんの顔はパーッと明るくなって、何度もありがとうというものだから言葉など案外何でもよかったのかもしれない。こちらこそありがとうございます。この言葉におじさんは不思議そうな顔をしていたが、自分の気持ちはとても軽く、そしてこの時にはすでに一つの決心もできていた。おじさんに会釈をして会計を済ませると、少し眠くなった目を一度ギュッとつむって大きく開く。もし今日おじさんに会えていなければ、
きっと今から過ごす時間もつまらないままだっただろうなと思う。人と人が出会うのは偶然のようで必然なのかもしれない。あ、もしもし母さん、元気？うん、元気だよ。今度さ、そっち帰るね。風が冷たいこの2月の空は真っ青で、唐突に春が訪れたような日差しを浴びる。家に帰る途中、隣のおじさんのコーヒーの香りが頭の中に広がってコンビニに立ち寄った。レジ横の温かいコーヒーを手に取り、ふっと笑みがこぼれる。上着の袖を伸ばして両手で握りしめた。ゆっくりと歩きながらコーヒーを飲む。苦っ。父の笑い声が聞こえた気がした。どうやらまだ大人にはなれないらしい。だけど今は少しだけコーヒーを飲みたくなる隣のおじさんと父の気持ちが分かったような気がする。いつかあの日恨めしそうに見ていた美味しいコーヒーを飲める日がやってくると信じて、お揃いのコーヒーカップを買って帰ろう。眠れていますでしょうか？眠りに落ちた方はおやすみなさい。まだまだ目が冴えているという方はもう少し一緒に楽しみましょう。ここからはフリートーク雑談になるんですけれども、まず僕の朗読どうだったですか？あえてね朗読の前はコーナーの説明をせず急に読み上げてみたんですけれども、突然始まるこの世界観っていうのがなんとなく異質な空間というかね、不思議な空気感を出しながら、初めてのことなんですね、僕がこうやって、朗読、本を読むことはもちろんしていたけれど、こうやって配信で何か作品を読むっていうことは初めてで、でもずっとやりたかったことなんですね。何かこう読み上げる、アナウンサーのようにうまく読み上げるっていうことがそんな得意ってわけではないけど、こうなんだろう、人の言葉とかセリフとかを自分なりにこう感情を込めて人に聞いてもらう、そしてそれを聞いてくれた人がそこに何か綺麗なものを感じてくれるというか、そういった影響を声で与えられるっていうのはもともと興味があったものなんですね。だから本当は YouTube の本当の本来のね、ラジオとかじゃなくて YouTube の動画で絵本の読み聞かせみたいなのとかやってみたいなって思ってたんですよ。だから子供に読み聞かせとか本当はやってみたいよね。なんかでもね、いつかやったような気もするんだよな、本を読み聞かせるって。あれはいつの話だったんだろうな、中学とか小学校高学年とかで読み聞かせした記憶がなんかあるんだよな。すごいこうちびっ子たちが縁になって俺の本を持っている周りにおとなしく座ってね、静かに座って聞いてくれているっていうのがなんか頭の中に若干あるんだけど、何だったのかちょっと忘れました。僕さ、もともと本当に滑舌が悪くて、まあ今ももう自分でネタにしているくらい滑舌が悪いんですよ。なんて言うんだろうな、自分からね得意げに言うことでは絶対にないけど、なんて言うんだろうね、舌足らずな喋り方だなって言われることもあって、結構ね最初は気にしてなかった、結構自分の喋り方がもともとそんなに好きではなかったんだけど、まあ僕がその俳優の養成所に入ったっていうタイミングで、声のねそのこもる喋り方とか、あとその滑舌の悪さ、あとスピード感、全てが誰かに発信する喋り方ではなかった。本当に殻にこもったカタツムリみたいな、もうね何度も聞き返されるしみたいな、もう今ともまた違った喋り方だったんだよ。
当時を知っている人からしたらわかると思うけど、俺が何を言いたいか。結構声を褒めてくれている人はいたけど、今みたいにこうやってありがとうございますってそのことに対して素直に喜べなかったというか、絶対こういうちょっと明るいハキハキした声の方がいいじゃんとか思いながら、まあ改善をしようとしてなかったんだけど、まあ、養成所ってさ、ある程度やっぱいろんな役柄を演じなきゃいけないとか、普通にね舞台に立ったりとかするときに発声をきれいに出さなきゃいけないっていうのがあるから、そんな中でその同世代の仲間たちと一緒にいろいろねとレッスンを受けながらね、少しずつその話し方っていうものの改善を試みたんですよ。だからまあ本当に今自慢できることではないけれども、マシになった方なんだよねこれでも。だから本当に、でも九州の人にね多いみたいだけど、わかんないよ、わかんないけど、口を横開きにする癖があるみたいな。だからあがあの発音にいが混じっているみたいな、簡単に言うとそういう感じだから、あいうえおを明瞭に言うっていうことがまず本質として難しいところだったんだよね。だから顎を下に下げて喋るっていう根本的なその人間の言葉の喋りのシステムみたいなところをもう思いっきり見直したら、あ、全然足りてなかったなって。だからやっぱね、未だに気を抜くと戻るんだろうなって思うし、スピード感もやっぱりさ、もう本当にその遅いスピード喋るの遅って思うと、やっぱイライラする人もいるじゃん、やっぱまだって思う人もいるじゃん。頭の回転ももちろん必要なんだけどさ、喋るのが人一倍遅い方だったと思うから、今でもゆったりの方だけど今以上に遅かったからさ、やっぱ人にストレスを与えない喋り方というか、むしろ何か好意を持ってもらえる喋り方みたいなものを、まあ日々研究というか無意識にしてますね。なんのだからこそ、やっぱそうやって少しずつね得た自分の声での表現みたいなところを読み聞かせっていうコンテンツで発信していくことに興味があるんですね。ここのところはずっとあったんですね。だからこの眠れるラジオっていうのが今後きっとまあやりたいと思っているんだけども、その中でその読み聞かせっていうコーナーは継続させていきたいなとは思ってます。これのどんくらいだったかな、台本で言うと10分くらいって書いてたんだけど、これは著作権フリーのインターネット上にね載っている作家さんなのかな、趣味で書かれてるのかわからないけど、台本をお借りしました。なんかこういったさっきのほっこりエピソードとかもだけど、心温まる話とか、何気ない日常の中のほこっとするほっこりする話とか、そういうものに目を向けることがね好きなんですよ。なんかそれで言うとさ、僕前から結構おすすめというか、見て見てって言ってるんだけど、ディズニーのさソウルフルワールドっていう映画があるんですよ。僕この映画本当に好きで、何度か見返したんだけど、本当に日常の小さな幸せを気づいたら見落としているというか、もともとあったものが実はとても幸せなことだったんだみたいな気づける、日常の中にどれだけ幸せがあるのかとか、自分で幸せを見つけていけるんだなって思える映画になってるんですね。だからなんかこう暗い気持ちになったりとか、こうちょっとネガに入ってしまうみたいな時期ってあるやんね。よっぽど心が強くない限りあるやん。基本人間って鎧かぶってると思ってるからさ、みんなあるやん弱くなる瞬間みたいな。一人の時は意外とみんな弱かったりするじゃない。だからそれがもうちょっとこうそのネガに入ったマイナス方面に行きそうだなって時に見る映画として前向きになれるものなんですよ。そうとかね、そのソウルフルワールドとかね、なんか
生きるベクトルとしてすごい深い話してるようなんだけど、シンプルな話でその場その場の幸せというか、その日今こうしていられている幸せとかね、日常のここの交友関係があることが幸せだなとか思う急すごい急これ。だからさ、やっぱそのインフルエンサーとかもさ、だけど上を上を目指すわけじゃん。ここまででいいやってなかなかあんまり思わないんですよ。だけどそればっかりじゃないなみたいな、そこに来てる経緯、途中経過の段階でどれだけの人と関わってきたかとか、どれだけの人の支えあってここに来たんだとか、なんかこう振り返ってみるっていうのを僕もし続けたいなって思う。後ろを見るなとか言うけど、いいこともいっぱいあったじゃん。人のおかげでここまで生きてこれたっていうことを思い返せば、人生意外と悪いことばかりじゃないって、なんか確信づけるというか、ネガティブっぽいこと、悪いことというか、自分にとってあまり良くないことが続いたとしても、いいことと悪いことまんべんなく入ってると思う。くじを引いてると思ってるんで、今日は大吉を引いちゃったっていうことは、まだ大吉が残ってるってことだみたいな、あるある、まだいいことあるあるって思うようにしてます。はい。いや、もうちょっとごめん、もうちょっとふわっとした話をしたかったんだ、ごめんね。何、最近のことか、なんか最近あったかな。あ、最近さ、てか昨日なんだけど、おしゃれなカフェに行ったんですよ。おしゃれなカフェ、北九州の門司港にあるカフェなんだけど、あのね、まあ一人の男性がやられてて、まあ、カウンターに2人座れて、あとテーブル席が2席みたいな、だから3組か4組くらいしか入らない、すごい可愛らしいお店になってるんだけど、結構人気みたいで、すごい並ぶんだって、の忙しい時は。僕昨日あの平日だったから並ばずに入れたんだけど、多分ね、他のお客さんも同じタイミングで入って、ちょっと待ってもらうんですけどいいですかって最初に言ってもらったから、あ、もちろん全然大丈夫ですって言って、まあ、しばらく待ってゆったり、その時間もゆったり過ごしてみたいな、待ってる時間もゆったりカフェで過ごしてるみたいな、それはそれで楽しい時間だって、そのゆったり感がこの空間での楽しみ方だなって思ったんだけど、その前にもね、実はそこが2軒目のアタックで、1軒目行こうとしたカフェもすっごい並んでたの。門司港って多分そのカフェ巡りみたいな遊び、その楽しみ方をしてる若者まあ大学生とかね、高校生もいたんだけどね、そういう楽しみ方をする場所なんだなと思って、街を歩いてるっていうよりもそういうカフェにたくさん人が集まってるんだなって思ったんだけど、その1軒目のカフェもドアを開けたら階段になってるんだけど、その階段にずらーっと一人ずつこう一段一段立ってて、ひえってえってびっくりして、そっとその扉を閉めて次の店行こうってなったんだけど、今カフェ巡りってね、まあインスタに載せたいみたいなさ目的もあったりするけどさ、いいよね、そのカフェで美味しいものを食べて時間をゆったり過ごしてっていうことがさ趣味になってるっていうか、まあインスタが、そのインスタ映えとかが一番に目的としてあったとしてもよ、その時間ってなんか貴重だなって思うよね。でね、やっぱどっちの店もだし、いろんなカフェ見てて、空間作りがやっぱ上手な人たちなんだなって思った、カフェの経営者ってそのカフェを営んでいる時点で自分もきっとカフェが好きだし、そういう空間作りっていうところにおいてこだわりがある人たちだから、あー、なんかこういう意図でこういう雰囲気、音楽を選んでいるんだとか、内装にしてるんだとか、雑貨をこうやって置いてるんだとか、すごいね、観察しちゃうし、センスが見えるよね。それを見るので俺は本当に時間潰せちゃうんだけど、カフェって。だからなんか改めて昨日のカフェ巡りもあってなんだけど、一人でカフェを
巡ってみるっていうのも楽しいなってすごい思った。しかもさ、昨日いたカフェにね、一人女性がいたんだけど、その方が、1週間前に退職したんだって。で、福岡の方じゃないんだけど、その他の地方から来られてて、もう福岡、九州に有給消化をして、もうフリーダムな旅を九州にしに来たっていう話を店主の方とされてたんだよ。もう全然そのこじんまりした空間だからごめんなさいけど聞いちゃってた、聞き耳を立てずとも、もうその会話に参加してるくらいの気持ちでほとんど全部聞いてた、ごめんなさい。なんだけど、その店主の方も福岡の方なんだよきっと。まあおすすめを聞かれているわけではないけど、福岡のこれこれこういう場所、ここの店が美味しいとか言っているのがね、なんか地元民としてきっと福岡に来てくれたからにはここに行ってほしいっていう気持ちがあるんだなって、同じような気持ちにはなったんだよね。その方自体は本当無計画にノープランでプラッと旅がしたくて来たっていう感じだったんだけど、だからこのあと大分に行こうかな、どうしようかなみたいな感じだったと思う。でもなんかさ、俺もこの福岡に帰ってきて、東京の人とか東京の友人が遊びに来たりとかする中で、やっぱどうせ来てくれるなら福岡のこういうとこ案内したいとか、満足して帰ってもらいたいって、多分自分の地元に友人が来たとか他の県から来たっていう状況になった時って、やっぱいい思いして帰ってもらいたいというか、魅力を知って帰ってもらいたいっていう気持ちにはなるんだなと思って、その人とその店主の方と僕の意見がほとんど同じでね。そう、観光地っていう観光地はちょっとって思うんだけどっていうのもほんと同意見で、だからなんかでもそういうさ、カフェのシャーってそういうカフェの店員さんと一人のお客さんのコミュニケーションみたいなのも、いわゆるさ一期一会ってやつやん。でもカフェはね、また行ったら会えるっていうのはあるけど、いいなぁ。なんかそういったね、一期一会の出会いを僕がこうやって目の前にできたというか、話を全部聞けたみたいなことも僕にとってなんかほっこりしました。あれ、これ俺のほっこりエピソードになってる。今日ほっこりだね、ずっと心ほこほこやん。いやでもマジで門司港はいいところなので、まあ何があるというか、空気感、雰囲気が僕は好きなので、駅とかね、時間がゆったりしている感じが好きなので、皆さんも福岡に来た際は門司港、橋だけどね、博多からしたら端っこに行く感じにはなっちゃうけど、ギリギリ九州っていうとこなんでね、遠いけどちょっと足を伸ばしてカフェ巡りでもしてみてください。多分カフェ、おしゃれなカフェいっぱいあるんだよ、俺の知らないカフェが。なんか皆さんも多分きっとカフェとか巡ったりとか、おすすめのカフェとかあるのかなと思うんですけれども、変わったカフェとか、カフェに行ったらこういう頼み方をするのがこだわりですとか、カフェエピソードがあったら教えてください。だんだんね、こうやって喋っていると僕自身がこう眠くなってくるという寝かしつけ担当ってちょっとおこがましいけど、寝ていただこうとしている側が眠くなってくるっていう、この番組になっております。はい、ご覧のスポンサーの提供でっていう感じで、この音声をね撮ってるのは昼間なんだけど、あのね、近所でね工事がね行われているの。いつからいつまで工事をやってるのかわからない工事なんだけど、なんか工事ってさ、聞こえる、この音聞こえるかな、聞こえてたら嫌だなって感じなんだけど、どこかが終わるとどこかが始まらない、工事って。近所のすごい、でも前住んでた家はもう本当に静かなところだったの。むしろ自分が音を立てることがはばかられるみたいなくらい、人が住んでるのかなみたいなレベルでクワイエットだったんだよね。かなり静まれっていう感じだったんだよ。いや、びっくりして、でね、あの家で作業とかしてる時に、夕方の4時とか5時になると、中学生とかがこう帰ってきてキャッ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 って前の道路を歩くみたいな、なんて言うんだろうね、習慣的なものはあったんだけど、
日中って本当に誰一人通らないみたいな静かな場所に住んでたんだよ。だからさ、まあ僕そんなギャーギャーの声を上げるような動画配信者ではないからいいんだけど、たまにね友達を呼んだりとか自分でまあトークの動画を撮るっていう時もちょっとこう気を使うのが必要な場所だったんだよ。だから防音って大事だよねって思う。家にそこがなんだっけな、なんか木造ではなかったんだけど、こう鉄骨じゃなくてもなかっただよね。なんだかね S なんたらし、なんかアルファベット3文字のなんちゃら構造みたいな。音はそんなに、防止できませんよっていうくらいの構造だったから、ちょっとごめんなさい、よくわからないんだけど、防音構造って大事やなって思いますね。はい、さあもうね気づけばこの動画始まって50分が経っています。本当はねもう一個コーナーを考えてたんだけど、どうしようかなって思って今回はこのフリートークをちょっと長めに撮ってみたんだけど、本当はその考えてたコーナーっていうのは、あ、ごめん猫が鳴いてますごめんなさいね、起きるからやめてって、俺が演じる何かしらのキャラのこの対談というかね、全て一人でやってるじゃんか、動画も編集も何もかもやってるんだけど、誰かと話してる様子っていうのもね、なんかなんて言うんだろう、配信したいなって思うから、無理やり相手を演じてじゃないけど、自分と自分の対談というか、なんかこう一個のぼやきについて語るみたいなのを、こうそれは対談になってないかもしれないけど、まあ一個のねそういう面白い要素としてできたらいいかなって、しょうもないことの言い合いというかね、そのもう一個のキャラクターの方の声を加工してパスタを巻くのにスプーンを使うのかどうかみたいな、なんかそういうほんとちっぽけな話を誰かと話してるみたいな、そういう会話がさ眠れたりとかちょっと気を張らなくて済むじゃん。だからちょっと落ち着くかなとか思ってやってみようかなとも思ってたんだけど、今回は一応フリートークを長めに撮ってみました。どうだったですか？眠くなりましたか？起きてますよね、聞いてるってことはね、ありがとうね聞いてくれて。はい、もう2月に入りましたね。まだまだ寒いのでお気をつけて暖かくして寝てください。さあこの感想をね、もしスマートフォンとかで聞いてたら、聞きながらでもねコメントで感想とか何かしら要望とかもあれば、積極的に聞いていきたいと思ってるので、皆さんよろしくお願いします。いやもう寝れそうだなっていう人はもうそのまま寝落ちしちゃってください。もちろんそうです、そのための動画になってますから。そろそろじゃあこのラジオを一旦今回は終わりますか。はい、ありがとうございます。剣道立の眠れるラジオ、最後までご清聴ありがとうございました。エンディングの後は音楽を少し流しながら、そろそろ心地よい眠りにつきませんか。これから眠る方も眠らない方も毎日お疲れ様です。明日も皆様小さな幸せを見つけていきましょう。それではおやすみなさい。